ここは琉球の北部、現在の国頭村にあたる山中。そこにある城郭、そこへ一人の水夫があるものを城郭の主に持ってきた。おう、よくやった。この怪しい人物は主典四天王の一人、ドクトル国神、または国神博士である。学校同士のこの腕が我が手中にある。これで学校同士の主典四天王の一の座はいずれ私のものになる。あとはじっと我慢じゃ。薩摩から海を渡って二人の勇者は大江島へ向かう過酷な旅に出た。ここは学校童子の隠れ家である。学校童子と狩猟の四天童子がいた。次はどうする？ゴーティー陛下、次はモアイ団長を使わせます。行け、モアイ団長。かしこまりました。空漁とした島だな。まるでイースター島みたいですね。イースター島？それは何だ？ちょうどその頃、ヤンバルの森に一人の勇者が潜り込んでいた。その名は恋の定政。彼は国神博士を追ってこの地へと潜入した。お前は誰だ？恋の定政と名乗る男が国神博士に数々の悪行を今こそ誰が成敗してくれる。モアイ団長を倒したこの若侍と坂田少年は無事大江山へ着けるであろうか。それは神のみぞ知る。